感じになってきました。だんだん火力も強くなってちょっといいんじゃないですか。いい感じになりました。じゃーん、どうでしょうかこの焼け具合。付け合わせは、はい、トマト、トマト、もう一個トマト。それではいただきましょう。大観峰はですね、やっぱりね、あれですよ、涼しかったです。涼しいというより寒いぐらい。ちょっともう夏だからですね、薄着できたんですけど、ちょっと大観峰ではもう長くはいられなかったですね。本当はあそこでね、このステーキ焼いて食べようかなと思ったけど、上はもう曇ってたりする。外輪山は曇ってます。ここはもう全然晴れてるけど、もうすぐ近いんですけどね、上はね、もう曇って、もう本当寒いです。涼しいなんて寒すぎ。ここは今ちょうどいいぐらいですね、日が当たってる。で、これから帰るとき、今度は北っていうところに降りるんですけど、下付近に行ったらね、多分もう暑いですね、今日は。もう天気も今日と昨日、今日ぐらいでしょ。で、明日から崩れるからね、多分走る。1個で 180g のステーキを14枚以上焼ける。ごちそうさまでした。